今回紹介するのはハワイ住むように暮らす好きな時に好きな人と好きなだけという本です60歳になり初めてのハワイ長期滞在を前に本のタイトルに興味を持ち購入現地の情報識字と連携した住むための情報が満載だったのでとても役立ちそうです ハワイに何度も足を運んだ人や観光情報ではないが魔、ま、のハワイ生活情報を探している方におすすめハワイ好きです旅行だけじゃ物足りない訪れるより戻ってきたと感じる過ごし方思い切って移住など実体験が満載具体的なステップも分かりやすく紹介されていて 読みながらいつの間にか自分だったらと想像してしまいました再開発鉄道クリーンエネルギー今まさに始まるワーフの進化も楽しみです現地ハワイからの発信だからライブ感満載実際に住んでローカルと化した日本人のライフスタイルがとても参考になる観光ガイドと違って ハワイで進む再生可能エネルギーはとても興味深い日本とハワイの窓に暮らしたい人必読以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします